Muy caro. ¡Hi, Mosby! ¡Aka! ¡Yay! ¡Ay, Kedo sensei! ¡Kyo no kanji wo onegai shimasu! ¡Yo, yomigana onegai shimasu! ¡Chotto matte, soy mecha minikui en yakedo! ¡Koshikaku kakaran de yokayo! ¡Nande! ¡Susumi dete nai yan! ¿De todo? Ya. Pues de mucho, mucho de río, mucho, mucho. ¿Ah? ¿De todo, Yaro? ¡Quita, ne! ¡Ya, tú, yo! ¡Hai! ¡Ya, yo! ¡Ah! ¡Yo no canjiba! ¡Ya, ya, 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 ya!月。月です。まあ、月のね、意味はね、みんなわかると思います。すごい簡単です。今回も可愛いイラストを描いていただきました。こちら月ですね。はい、バナナに、バナナにしか見えません。いや、カシュナッツ。形が歪んだカシュナッツですね。はい、じゃあ月って何ですか?夜に出てくるもの。 空。夜に出て、夜に出てくる空は。太陽と月だったら太陽はこうでしょ?うん、少し。けど月も丸だよ。ね、月も丸いよ。時々はこんな風な形もあるで。うん、それなんでかわかる?ああ、わかんねえ。思いっきり半分に切った。いや、切ってないよ、切ってないよ。そういう風に切ってるから。やばいよ。え、月って何なんですかって聞いてるんですけど。ね、月って何ですか? 月は丸いね。丸いけど。他には夜に出てくる空にある黄色い月。そうですね。じゃあ月っていう読み方もあるけど、月っていう読み方もありますよね。月曜日。 月曜日。月曜日ですね。うん。はい。どうした?いや、なんか面白いなって思ったあなたの顔。うん、まあ今回はすごい簡単な感じでしたね。うん。誰でも意味がわかるような感じ。1。周りにね、周りにね、いろんなイラストを描いてくれましたよ。なんか これは腐ったリンゴかな?違う、月だよ。これはね、こういう風なお菓子あるんですよ、こう。何ですか?今の。マカロン、ハンバーグ。ハンバーガーね、ハンバーガーかもしれない。で、これは太陽ですね。で、これは、バナナ好き。バナナ好き。ミカ好きって言うんですよ、汚い。髪の毛が。 スネを見たい。見てこの月、スネを見たい。今回の漢字は月ですね。月。今日の漢字は月。月好きですか、ケド先生。うん、好き。え、月と太陽だったらどっちが好き?月。なんで?だって、太陽眩しいからうざい。うん、そうだね。月は暗闇で光っているところがかっこいい。そっか、そうだね。はい、グーです。でも雨が降っている時は見えない。 ああ、そうだよね。それ残念だよね。そうだよね。うん。Thanks so much for watching! Bye!